韓国の高齢者センターや地域児童センターなど全国の社会福祉施設およそ11万箇所のうち99.3%が休館していることが1日確認された。貿易当局は施設の休館を追加延長するよう勧告。新型コロナウイルス感染の地域拡大への懸念は現時点でも減少していないと判断した。 中央災難安全対策本部のキムガンリプ第一総括調整官はこの日、政府予習庁舎で開かれた定例ブリーフィングで、地域社会の感染拡大を遮断するため、高齢モノセンターなど社会福祉施設に対し、休館の延長を勧告したと明らかにした。その上で、キム調整官は、ただし、 休館期間も施設スタッフは政治を勤務し、ケアに空白が発生しないよう努力するとし、家族の中でケアが難しい場合、緊急ケアを提供し、食事が難しい利用者は弁当を配達する方式で支援していくと説明した。